皆さんこんにちは、登山ガイドコバです。今日はですね、カラビナについて少し紹介をしていこうかなと思います。お客さんでもね、カラビナ欲しいんだけど何買っていいのとかってね、言われることもよくあって、まずカラビナというものを知ってもらって、使用用途に合わせて購入いただけるのがいいかなと思いますので、簡単にはなりますが、紹介をしていこうと思いますので、最後まで、お時間ありましたらご覧になってください。よかったらチャンネル登録もお願いします。はい、それではですね、まず大きなところで、説明をしていこうと思うんですが、タイプが2つあります。こちらはですね、ロックの機能のついているカラビナ、こちらはロックの機能のついてないカラビナ、2つあります。どちらもクライミング用なんですけれども、こっちはですね、ファーストカラビナとしては、ちょっと使いにくいので、買わなくていいかなとは思います。私も何個か持ってます。使い方によっては、正しく使えば、安全に使えますが、自動でですね、ここにロープがこう引っかかったりすると勝手に開くことがあります。なので、慣れてないうちというか、安全を考えるならやっぱりスクリューとか、ロックのついてるものを選ぶっていうのが一番いいと思います。はい。で、このロックの方法にもタイプがいろいろありまして、今こういう風な感じで、ねじるとロックに、回すとロックができるというスクリューロックっていうタイプのものと、あと最近あります、オートロックって言ってねじらなくてもいいんです。何かしらのアクション、この場合は回して押すと開くっていうオートロックで、離すともうロックされてますので開かないというやつです。はい、こういうカラビナもあります。こっちは締め忘れというのが発生する可能性がありますが、こっちは基本的には自分でロックしなくても勝手にオートでロックするので締め忘れはないというのがなりますが、ちょっとね、慣れないと使いにくいっていうデメリットと、もしかするとロープがここにこう擦れてると開いちゃうかもしれないっていうリスクもあります。はい、なので各社いろんなタイプのオートロックがあるんですが、ちょっと値段が高いです。はい、なのでベーシックなところで言うと、おすすめはやっぱ買われるとすると、このスクリューロックのものを使うというのがいいと思います。あとは、自分で必ず締める癖をつけるというのがいいかなというふうに思います。はい、で次です。形もですね、いろいろありますよねというふうに言われますが、そうなんです、いろいろあるんです。で、まずこんな感じの、形ですね。オーバルと言われるタイプの、カラビナ、これね、あんまり皆さん使わないと思いますので、買うリストから外してもいいかなと思いますが、エイドクライミングをするときにアブミをつけたりとか、あとこういうプーリーとかですね、こういうをつけたりするのに非常にここが広いので、使いやすいっていう、利点があります。こういうのを使われることは多分あまりないと思うので、これは特に買わなくてもいいかなというので横に置いておきます。はい、であと次出てくるのはこういうタイプ、ベーシックのタイプのもので、アルファベットの D の形をしてて、少し上が広くて下がちっちゃいやつ、変形 D とか、いう風な言い方をしますが、こういうカラビナもあります。でこれはですね、持っててもいいんですけど、荷重方向としてはこういう方向だけに荷重がかかるというものなので、支点を作ったりとかですね、あとそうですね、その自分でセルフビレーをつけたりするときとかに使うには非常に使い勝手はいいかなと思います。はい、そういうカラビナです。はい、で、私が普段主流で持ってるのはこちら、はい、HMS 型というタイプ H と呼ばれる、カラビナです。見ていただいて分かるように上側が広くて下側が狭くなってます。もともとはですね、ムンターヒッチをするために、考えられたようなカラビナではあるんですが、ガイドはですね、みんなほとんどこればっかり持ってます。はい、こればっかり持ってます。私もですね、お客さんと一緒に行くときは基本的にはこのムンターヒッチができるこのタイプ H ばっかりを持っていってるという感じです。はい、数に限りが、ね、たくさん持っていくと重たいので限りがあるので、タイプ H のカラビナだと、いろんなことができます。ムンターヒッチもできる、お客さんのビレーもできる、それから牽制加工もできるというので汎用性が非常に高いので、私はこればっかりを持っていってます。なのでもし、皆さん買われるときにですね、悩んだときは、この H タイプ、タイプ H ですね、のカラビナを、1つ2つぐらい買っていただくのがいいんじゃないかなと思います。でこのタイプ H はですね、ここがどうしても広いので、テンションがかかってる間はこういうふうに、ハーネスにつけても回転はしないんですが、テンションが緩むとですね、ちょっと回りやすいんですね。で回ったときに
この方向側に力が入ると強度としては非常に弱いので破断をしたりとかですね、する危険がありますので、それを防止するために考えられて最近あるのはこういう反転防止付きの、カラビナというのが最近あります。はい、これはマモトのやつですけども、これを反転防止するとこことここで止まってますので、ここから動かないですよね。でこういうのを一つあると、安全性がまた高くなりますので、まあ、こういうのを一個あっていいかなと思います。ちょっと値段がね、普通のよりも高くなりますので、まあ、そのあたりお財布事情と相談をしていただいて、買っていただければなと思います。はい、で結論から言うと、もし、さっきもお話ししましたけどファーストカラビナ、何買おうかなってなったら言えば、まずタイプ H を選んでください。タイプ H はまあ2つぐらい、同じタイプのものが2つあるのがいいかなと。そうするとね、いろんなところでいろんな用途として使えます。で、3つ目どうしよう、ちょっと余裕があるからどうしようってなった場合に、反転防止を1個買うっていうのがいいかなと思います。では4つ目やっぱ欲しくなってきたなってなったら、まあ D 型変形 D ですね、タイプ D、変 D とか言うんですけど、それをまあ1個あると、タイプ H で検索をしながらこっちでセルフリーを取るとかですね、そういうこともできますので、そんな選び方をして、ご購入をいただけたらなと思います。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。今日はですねカラビナのお話、まあ、簡単にはなりますが、この紹介をさせていただきました。ただですね、クライミングをするとか、まあ、そのカラビナを使うような、登山の場合はですね滑落とかですね、そういう危険も増えてきます。ロープを使うことも出てくると思いますので、この動画を見たからって言ってカラビナのことが分かってすぐ山に行けるということはないと思いますので、熟練の方とかですね、山の先輩のアドバイスを聞いてですね、まあ、練習をして山に臨んでいただけたらなと思います。でどうしても不安だなという方はですね、登山ガイド、山岳ガイド、たくさん、いますので、そういう方にですね、お願いをして山に連れて行ってもらうというのはいいと思いますので、ぜひ私たちのようなガイドも声をかけてやってください。はい、では今日は最後までご視聴ありがとうございました。また山でお会いしましょう。